はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回は信長の野望創造戦国立志伝小早川秀秋でのプレイ続きをやっていきたいと思います。前回ですね、前田家を連合に引き込むことができて、まあ、いよいよ徳川に対して、押されていた状況を改善できるかなというところまで持ってきたので、今回はねもう少し先に進めていけたらいいかなというふうに思っています。で、情勢を見ておくとですね、まあ、基本的にはもう、東西真っ二つという状況から少し変わっていてですね、まあ、西側はもちろん、反徳川連合で固めていますと。で、山内家がですね、実は徳川と離反している状態になっているので、山内家をなんとか取り込みたい、さらに堀家も取り込みたいというところですね。で、徳川連合に加わっているのがもちろん徳川家と浅野家、あとはですね、危険なところで言うと、まあ、この結城あたりも危ないところというか、まあ、敵国にはなるんですけど、一個収穫があってですね、伊達家が徳川から離反していて、こちらに引き込めそうな気配が少し出てます。で、その他はもう、まあ、申し訳ないというか、完全に中央からは遠ざかっている部分になるので、なんとか伊達家まで取り込んでですね、徳川包囲網を敷いていければいいかなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきます。でですね、まずは何はともあれなんですが、織田家から苗木城に続いて石田も苗木城に出兵してもらいます。で、折を見て、まあ、小早川としても軍勢を繰り出していくっていうのをね、ちょっとやっていければいいかなと思っています。まあ、お金も兵糧もないという状況なので、少し軍勢を動かしづらい状態になっている中、まあ、何ができるかっていうところなんですよね。で、外交でね、できればそれこそ本当に工作をガシガシ仕掛けていきたいなというところではあるんですが、その工作がね、新たに仕掛けるだけのお金がないという状況なので、まあ、ちょっとね、打つ手が内政面ではないというところになってます。なので、まあ、石田、織田と歩調を合わせて軍勢を繰り出していくっていうね、ことをやっていければいいかなと思ってます。兵糧戦か、まあ、兵糧はねこの程度ではどうにもならないので、よしとしましょう。で、丹羽家との同盟はもちろん継続です。大谷との同盟ももちろん継続、まあ、基本的に同盟国との同盟はね、継続ですね。で、お金がやっぱり入ってこないね。お金が入って、来たかな、やっと来たかなって感じかな。そうすると伊達に工作の使者を出しましょう。これはもうね、どう考えても連合に組み込みたいので、で、織田も石田も軍勢は出してくれなそうだな。となると単独で仕掛ける勇気はちょっとないんですよね、今ね。乾城ぐらいちょっと攻めてみますか。乾城が2000の軍勢か。乾城に救援をよこすとなると、飯田城あたりからか、苗木城、じゃあここは、まあ、ここで軍勢を遊ばせておいてもしょうがないので、一度軍勢を集結させて浜松に、岡崎に集結している軍勢を一度浜松に集めて、行きましょうか。で、清須にいる7000の軍勢は全く出せないので、米不足でどうにもならないですね。まあ、お金がないんで何もできないという状況は変わりがないと、残念ながらね。なので、これらの軍勢を持って乾城を取りましょう。まずは、かしこまりました、お任せください。で、理想を言えばですね、乾城を攻めてる間に、ここの今出兵してきてくれている苗木城攻めの部隊が苗木城を落としてくれるとすごくいい。織田がね、軍勢を出してくれればいいんですけどね。
よし、犬以上に敵の援軍は出てこなそうかな。これが、本庄隊が犬以上を攻めてくるか。ちょっと危険な香りもしますね。で、織田もようやく軍勢を出したか。これで、内騎城攻めがなりますね。で、本庄が出てくる前にここはもう力攻めで一気に落とした方がいいな。軍を出して攻略にかかっちゃいましょう。これはね、1個のルートから攻めた方が絶対いいので、ルートは1つに絞ります。で、鍋島は二王門か。移動速度が下がるか、守備大幅増。できればね、狙い撃ち持ってるんだったら狙撃でというか門越しに敵を打ち払いましょうか。今は門越しに敵を攻撃できていて、門も同時に攻撃できているという理想的な状態ができましたね。で、これらの軍勢をさらに先に進めちゃいましょう。まあ、長距離になってるんで、味方のね、やっぱりそのもろもろが少し不利に働くことが多いので、まあ、それをね、うまく打開するためには速攻速攻と、あとは味方の連合との連携は不可欠ですからね。後ろから来てる部隊に関しては石川隊で食い止めましょう。よし、犬以上は奪還しましたね。犬以上の奪還に成功したので、この犬以上の奪還は大きいですね。で、これで何ができるかというと、実はお米とかは全然増えてこないんで、犬以上はもう治療で与えてしまいましょう。まあ、持っててもしょうがないというか、持ってることがそれ自体が足かせになるんで。で、ちょっと気になる動きをしているのが山内家だな。山内家が犬以上攻めにかかってくるのか。これはちょっと考えたくなかったな。なんとか兵を引いてほしいけど、山内家はやっぱりこちらで対処するしかないのか。内騎城の方の動きを確認しておきましょうか、その間にね。始めましょう。先月の収支です。織田との同盟がもう時間切れ。ただ織田と同盟が切れたとしても、織田とは同じ連合に入っているので、まあ全く問題はないでしょう。お、連合には入っていない。それはまずいな。織田が離反する恐れがあるんで、外交連合、連合もできないか。当家に従属を望むものがあるってどこよ。当家に従属を望む者がいますって、どこ、マジでここ。全然歓迎するよ、小野寺さん。戸沢もうちに従属。そうすると、東道隊が邪魔くさいね。掛川城は逆に奪えるな、ここうまく撃破できれば。ここはなんとかうまく撃破しつつ、ここはもう大激戦になってますね。石川隊が壊滅する可能性がありますが、その間に内騎城を奪えれば御の字ですね。で、確認しとかなきゃいけないのが、少しお米じゃない、お金が入ってきたんで工作ですね。もう山内とはどうあがいても無理なので無視しましょう。で、やっぱり伊達だね。伊達との同盟は必須だな。で、連合に入っていないところはもうガンガン連合に加入させていきたいんですが、まあほぼほぼ連合は入ってるよね。小西家が敵の連合に入ってるの、これ意味がわかんねえな。
どうしたらそういう状態になるんだ。ただ小西家なんてひねり潰せるでしょう。出兵できるのかな。小西家の軍勢は知れてるね。小西はこちらがもらい受けましょう。よし、これで一旦小西家は滅ぼせるかな。輝元に援軍求めれば確実でしょう。さらに島津からも援軍を求めて確実に小西を息の根を止めましょう。で、養女を迎えてくれと全然迎えましょう。先月の終始です。で、織田との同盟が切れたんだな。ただ連合に入っているんで、いや織田家はこういう状態。そしたら織田は石田に食わせるか。どこに食わせるのがいいんだ。いや、豊臣がここを食えれば一番いいな。勝山城攻めてもらいましょう、豊臣にね。で、藤堂家が去った後の掛川城を攻めますと。承知いたしました。お任せください。取り囲め。出陣する。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。戻ります。まずは小西攻めの方はどうなってるかというと、まあとりあえずは順調かな。毛利隊も出てるので、まあ間違いなく落とせるでしょうと。で、前田、豊臣家に援軍の要請を出している織田攻めはまだ始まってないかな。まあただあそこも戦力的にはそうそう問題はないと思うので、目下はここですね。で、お金もお米もそれなりに溜まってきたので、やることしっかりやっていきましょう。まずは治療ですね。で、加増してあげて、あとは工作ですね。連合ですが、勧誘はまだできないか。じゃあ工作できるところをしていきましょうか。他は全部里見か。里見って領地的には、いやー、もう里見は完全に徳川に食われるのは時間の問題だな。ここに工作仕掛けて味方に引き入れるのはちょっと時間の無駄ですね。やめましょう。なのでやっぱ堀家かな。で、工作は今出してるのでとりあえず不要かな。なので、キオスで水田等々を建てていきましょうか。いやー、水田はもう建ってるか。そうなると、あとは建設できるのは、岡崎。ここは?ここももう空きはないかな。商人もないね。かといって、どうだい?進出もできないね。じゃあ、投資をしておきましょう。治安に、人を、出しておきます。もうね、完全に開発し尽くすっていう状態にまで持っていって、その後改めてお金とお米を確保していくっていう動きをしないと、いかんせんね、お米不足、金不足で、あと配属なんですが、今ここにね、こんなに武将の数はいらないんで、与力を使わしましょうか。
将の数がね、多分圧倒的に不足しているところがいくつかあると思うので、岡崎城から、いや岡崎城はそんなに人の余裕ないね。やっぱ清津だね。清津から何人か人を、御前は出せないな。柳生も出したくない、鍋島も出したくない。こうなってくるとね、やっぱ囲っちゃいますよね、人をね。うん、堀尾もちょっと移動させちゃいましょうか。よし、これでいいかな。名古屋城もそれなりに人入ってるしね。よーし、これでちょっと一気に反攻作戦を行っていきましょう。で、ここは一気に海戦に持ち込んで、掛川城を我がものにしましょう。掛川城、ただ守りはそれなりだな。それなりに硬いですね。で、軍はというと、こういう感じで進むのがいいのかな。まあ、敵もね、軍を出してきてるんで、どっちが早くたどり着けるかっていうところと、援軍が、まあ数としては知れてるね。まあ、ただここで掛川城を取れるとだいぶ変わるんで流れが。敵の兵は数と用が1000か、まあ、そんなに数はやっぱり多くはないので、なんとかね仕留めてはいきたいですよね。しっかり部隊が1部隊壊滅したけど、まあここは無視で先へ進んでいきます。おー、石川隊が来たね。この石川隊の1719って実はかなりありがたかったりする数だな。承知いたしました。こんな日もある。よし、敵の城門突破。敵の数あと352、数は決して多くないんで、城門あと2個突破しなきゃいけないんですね。城門の守りを固められる前にしっかり削り取りましょう、城門を。よし、ここまで順調だ。敵の増援がやってくる前に仕留めたいですね。カズトウが狙い撃ちか。ここは宇賀鎮家を使い、二王門を使って防御を固めましょう。これでカズトウも打ち取ったねというか、退けましたね。あとは天守一気に攻めましょう。敵がどこまで来るかだな。まあ、このペースだったら確実に掛川を落とした上で東道隊の壊滅もできますね。まあ、ある種理想的な展開だな。よし、あとはこの掛川城最前線に守りを固めていきましょう。で、おお、いいね。内気城は取ったか。あとはこの内気城が守りきれるかどうかですね。徳川隊もかなりの数を出して内気城の奪還作戦に乗り出してきてるんで、あとは豊臣がしっかり織田を潰して吸収してくれるかどうかというところも一つポイントにはなってきそうですね。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。でだ、そうなると次なんですが、小西家の攻略がどうなってるかというと、まあ順調といえば順調か。逃げたければ逃げなさい。敵将捕らえました。よし、ここを取ったのは大きいね。騎乗します。騎乗する。小西を潰したんで、表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。なんか合戦の雰囲気が聞こえてくるな。ここは治療でも与えちゃいましょう。
というかもう与えたことになってるね。なのであとは今取った影川城を与えちゃいましょう。治療でね。お任せください。さてさて、あとはこの織田をどうやって潰すかだよね。豊臣やっぱり最前線に引っ張り出してこないと、まあ、勝ち目がないというわけではないんですが、苦しい状況に変わりはないので、なんとかしていきたいんですが、ここで勧誘だな。伊達をこちらの方に引き込んでいきましょう。山内がどうなってるかな。山内は敵の連合に入ったか。で、浅野行長隊が掛川城の攻撃に向かってきてますね。掛川城はなんとかして守備したいんで、死守したいところなので、軍勢を繰り出す準備だけはしておきましょう。清須から兵を出します。掛川、まあ、浜松に兵を進めておきましょう。いつでも退治できるようにね。出陣するぞ。お、細川忠興、小西行長、このさらに雄斎もいるの。これかなり大きいね。で、伊達家はこちらの味方に入ったものの、どう考えても浅野隊はこちらに喧嘩を打ってきてるよね。どう見ても、誰がどう見てもであれば、浅野隊を壊滅させましょう。ここはやるとするか。で、要請している援軍要請はどうなってる。豊臣は動く気がないのか。豊臣がね、やっぱり最前線に出てきてくれれば、むしろ勝機が確定すると言ってもいいぐらいに有利に働いていくんですけどね。そしたらまず外交与力でガシガシ与力を使わせていきましょう。松野家にここはそうだな、小西行長、まあ、この辺りはねかなり優秀なんで、細川忠興も含めて入れちゃいましょう。で、あと与力で言うと、西九州の方ははっきり言ってもう、なんて言うんですかね、完全に兵糧とかを溜め込んでもらうだけの場所と言ってもいいので、武将の数はそれなりにいればいいので、ここにそうだな、清須から鍋島は残しておきたいので、まあ一人だけ入れましょうか。で、あとはお金の続く限りということになるんですが、投資をしていきましょう。いやー、お金2600しかないんで、ちょっとここは節約した方がいいかな。では先に進めます。いや、豊臣が動かないね、全然。腰が重すぎる豊臣で、内騎城は一応守りきった形にはなりましたね。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。負ける気がしないな、敵将。よし、浅野隊を壊滅させたので、浅野隊って今どんくらい兵いるの。兵数それでもまだ1万3000いるんだな。小早川隊が5万、それなりですね。で、前田が3万、石田が12万、徳川が14万か。やっぱりね、束になれば全然勝てる相手ではあるんですけどね。こちらの歩調が合うかどうかですね。金森家が3200。やっぱりなんとかしてこの織田家を食わせたいな、豊臣に。
今敵対する国ってある？ないよね。ドキッとしちゃうけど大丈夫だね。よし、じゃあこれで、東海道は再び犬井城まで進出して掛川城を手に入れたので、あとは駿府館の攻略ですが、駿府館を攻めるときにはおそらく徳川からかなりの援軍が出てくると思うので、まずはこの掛川城を死守する遠江で敵を食い止めるっていうのを前提に、石田豊臣あたりが甲斐信濃この辺りに進出していくのをちょっと待ちましょう。まあ、まずは豊臣がやっぱりここを攻めてもらわないとな。そうだよね、援軍役目を果たせなかったと言ってるけど、だって出陣してないからな。もう一度要請しましょう。豊臣には勝山城攻めを秀頼公にお願いします。これでちょっと一旦様子見しましょうか。いやー豊臣は動かないね、全く。そうなるとちょっとつつきますか、こっちからで豊臣の重い腰を上げさせるっていうね、そういうことをやっていきたいなと思うんですが、一旦兵を引いて、様子を見ていきましょう。というわけでちょっとね、時間短いんですが、今回はここまでにして、次回引き続き、まあ、なんとかしてね、豊臣を前線に引っ張り出すっていう動きを、引き続き継続していきたいなというふうに思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況とあと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。